回の裏ジャイアンツの攻撃です。そしてベイスターズはピッチャーが変わります。背番号19山崎が4番手としてマウンドに上がります。この同点の場面で登板ということになりました。西さん、さあ1点入ればサヨナラです。ヒーローが出てきてほしいんですがどうでしょうかね。いやそうですね、まあ今日はね誰が打たし台に立つか。初球打ちレフト前へ抜けていく、レフト前ヒット、サヨナラのランナーが出ます。ここはうまく打ち返して出塁していきました。いやそれにしてもうまく引っ張りましたね。バッターボックスには5番ソト、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。センターへ持っていった、外野ヒットになりそうだ、頭上を破っていく、ファーストランナー帰れるか、サヨナラか。